さあ、アジサイ属は、アジサイ科の属の一つ。多年層で地中に根茎があり、そこから毎年数本の茎を出す。茎は普通分子しないで直立する。葉は誤生し、葉心は、楕円形、または非芯型で、円に挙子があり、託葉はない。アジサイ科の他属の種は、葉が耐生するが、本属の種の葉は誤生する。花は茎先に週三状の果樹をつけ、 普通、花序の周辺に装飾毛をつけるが、装飾毛をつけない種もある。花序には、花除にも残る宿、あり製のツトがある。普通、花の学編は4から5個あり、荷島で残る。花弁は4から5個で、花筒の上縁につき、白色、または、淡紅に紫色になる。湯水は、多数ううあり、花糸は、糸状で、約は2室ある。脂肪はほぼで、学糖と合着して、 盗乱状の花筒となり、不完全な三室に分かれる。花中は三個あり、花時には直立するが、果時には背側に、反極して宿を損する。果実は、卵状の果てで、複側で劣化する。種子は、ごく小さく、楕円型で両端に扁平な骨翼さがある。東アジアの特産属で四種あり、中国大陸、台湾から日本に分布する。俗名、カーディアンドラは、 ギリシャ語で、カーディア・アンドロンからなる語で、心臓系の憂髄の意味、ありがとうございます。